お、準備を手伝えと、お客さんに。はい、ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、今回ちょっと風太くんのところに行きたいんやけど、うん、何も入ってなかったね。よし。あ、ちょっと待って。今日売ってるものは何？あ、アイナさんいらっしゃいませ。この度はマイホームの完成、おめでとうございます。ありがとう。ところでアイナさん、突然なのですが、ちょっと相談したいことがありまして。あ、もしかしてお店のこと？もしよろしければ、とりあえずお話だけでも聞いてもらえませんか？いいよ。ありがとうございます。では早速なのですが、相談というのはですね、お店を建てるための準備のことなんです。お、準備を手伝えと、お客さんに？この島での暮らしが始まって、中にはアイナさんのようにマイホームを持たれる方も出始めました。この先必要なものも増えてくると思うので、もっといろんな商品を扱いたいのですが、さすがにここではスペースが限界なんです。お、店舗を構えるってことか。え、てかさ、他の住人たちもテントからマイホームに変わったりするんかな？なんかよくわからんねやけど、それは個人個人でなんか、そういうタイミングでなっていくんかな。それで社長ともあれこれ相談しまして、一日でも早くお店を売ってるんだらもん、ということに決まったんです。ただ困ったことに建築資材の確保が追いついていなくて、お店の建築にまで回せないんです。そこでお願いなのですが、島の木や岩から取れる材料を集めて、提供していただけないでしょうか。建築用だけあって、相当な量を揃えていただく必要はあるんですが、それ相応の謝礼はご用意しますので。おー、いいよいいよ。ありがとうございます。では早速、集めていただきたい材料なのですが、木材、硬い木材、柔らかい木材をそれぞれ30本ずつと、あと鉄鉱石も30個お願いします。ん、でも思ったよりは少ない感じでできるんやね。鉄鉱石30。で、それぞれの木材が30ずつ。ちなみに30にはこだわりませんので、この島だけでなく、よその島からもかき集めていただいて問題ないです。あ、さっき言った。さっきというか前回言った無人島のやつかな。アイナさんのペースで集めようとあったけど大丈夫ですので、どうかご協力お願い、よろしくお願いします。ふんふんふん。とりあえず今何本あるん？あ、でも硬い木材16あるんやね。鉄鉱石。でも結構かかりそうな感じか。なるほど。さて、頑張りますかね。くるぶしなんか今寝てなかった？気のせいかな。おっし、やってるか？実際。話しに来たよ。絶好のトレーニング日和だな。オイラの筋肉も喜んでるぞ、実際。これ隣に座れたりする？あ、座れた。可愛くない？めっちゃ可愛くない？いいね。あ、これ横向きにも座れるもしかして。横向きも座れた。なるほどね。そういう感じなんや。そういう感じなんや。面白い。じゃあちょっと風太くんのところに今日は行ってみます。あったあった。いやー、できとるよ。できとるよ、ふうたくんとこ。よし。お邪魔します。おー、なんかいいね。何？調べ物？ほほー、はじめまして。私、ふうたと申します。アイナ島の生態系に興味を持ちまして、調査のためにやってまいりました。もしやあなたはこのテントの場所を決めてくださったアイナさんですか？そう、名前まで聞いとったんよね。そうだよ。そうなんです。そうなんです。やはりそうでしたか。いやはや、おかげさまで無事移住することができました。調査のためとは申しましたが、私、この島に博物館を建って、永住する決意で参りましたので、今後、新種の虫や魚を発見されました際には、ぜひこちらにお持ちください。博物館を開催した暁には、タヌキチさん経由でお預かりした生き物も含めて展示いたしますので、ちなみに肝心の博物館ですが、こちら少々問題ございまして、どうやら開館許可をもらうためには展示品の数が足りないようなのです。少し前まではとりあえず箱だけ作る、なんてことも日常茶飯事だったのですが、最近はさすがに厳しくなったようで。え、無人島でもそんな厳しさが？それは狸次第じゃないの？ちなみに私のプランとしましては、虫と魚以外に化石の展示室も作りたいと思ってるんですよね。見たところこの島には川の向こうにも土地があるようですが、ああいう未開拓の場所にはロマンと化石が溢れている、と私は思うのであります。あ、そういえばこっち側、なんか川の向こう側には穴があったけどこっち側ないね。そういう感じ？ほほ。無人島生活っぽいいいアイデアがあります。アイナさんのスマホにちょっとデータを送りますね。ほう。え、かわいい。なんか、あ、化石柄やん。なんかスマホ。もしかしてみんな柄が違う感じ？
個性が出るね。締まる手に入る木材を集めて、長い高飛び棒に加工すれば、大高飛びの要領で川を越えられるはず。橋を架けさせてよ。化石を掘り起こすのに必要なスコップの作り方と合わせて、DIY 用のレシピを送りましたので、おー、スコップも。もしよければ、川の向こうに化石を探しに行ってみてください。おっと、ご挨拶だけのつもりがすっかり話し込んでしまいました。とにかく、博物館を追ってる許可を得るには、展示品があと15種類必要なので、寄贈のご協力をお願いいたしますです。あと15種類。ふんふん。なるほどね。了解した。てか周りめっちゃなんかすごいな。ルーペ？ここの水槽には何も入ってないの。なんかわざわざこっちにまでホース伸ばしてるけど。なんだか、あれやね。みんなのスマホの柄を確認したくなったね。タヌキチはどんな感じの柄なんやろ。また地面に座ったのかと思った。資材集めね。みんなもああいう感じでなんかいろいろやって、マイホームを建てようとしよるんかな、もしかして。さあ、それじゃあちょっと、DIY できるかな？何か作る。とりあえず、あ、スコップ！これスコップ？しょぼいスコップ。はい、作ります。あ、めっちゃ作れるやん。めっちゃ作れるやん。で、高飛び棒も欲しい。もっと作る。作れたかな？ないね。高飛び棒、どこ？これか、あ、作れるやん。作る。あー、どんどん、お店を作るのに必要な資材がなくなっていく。高飛び棒ができた。高飛び棒は壊れんってこと？しょぼくなさそうやし。え、これどこからでも渡れるんかな？高飛び棒。どれが高飛び棒？これか。え、結構短いけどいけるん。はぁ、すげえ伸びるやん。尿意棒やね、尿意棒。素晴らしき。これでこっちの方にもなんかいろいろできるってわけや。ふんふん。素晴らしいね。化石とかを集めたいんですけど。やっぱ今回もこの化石集めとかでさ、結構お金が稼げたりとかするんかな。あ、こっちの方花咲いとる。ね、チューリップとか咲いとんやけど。へぇー。あ、ちゃんとあるんやね、そういうのも。あ、あった。待って、こっち側やったか。よし。はい、来た、化石。化石を掘り出した。あ、なんかあれやね。飛び盛りの時に比べて、丸っこくないというか、ちゃんと平べったい感じ。なるほど。お。たぬきマイレージが。さあ、これで。化石発掘隊員に認定だらも。初めての化石発見おめでとうだらも。お祝いにマイルを送るから受け取ってね。島にはたくさんの化石が眠っているから、どんどん発掘してほしいだらも。素晴らしいね。肩書き、発掘された化石、タヌキマイル300マイルゲット。お、もうちょっとで。マイルもいい感じやね。2000いきそうな感じ。うん、この辺ないな。そういえばアゲハとか私売り飛ばしたんやったっけな。高飛びー。なんかこれ楽しい。やっぱ橋よりこっちでいいかも。ね、いい感じやね。こういうのはスコップでできんのかな？ちょっと待って、網。あ、網壊れとるやん。ちょーい。ぐっそ。これ上には上がれんのかな？それとも上にもどこかから上がれる感じですか？もしかしてあっち側から回っていくとかそういうこと？ちょっと待って。じゃ、高飛び棒で。これで、こっち。ん？びっくりした。なんか動いたんかと思った。え、なにこれ？見て、なんかこんなところもある。面白いね。面白い。なんか岩場があるよ。こういうところで釣りとか良さそう。んで？あ、上は上がれんのか。なるほどね。あ、この上上がれんってことは、チューリップとかは移動させれんのやね。高飛び棒で行けたりせんやろ？いけねえ。全然いけねえ。よいしょー。
え、化石1個しかなかったよ。え、化石1個しかなかった。あ、こっち側にもあるか。おし。あったあった。イエーイ、2個目。化石を掘り出した。よいしょ。なんか今回はさ、いろいろなんか、風太くん本読んだりとかしよったけど、ちゃんと説明はしてくれるんだろうか。寄贈したものの解説は、本作ではちゃんと聞けるんだろうか。これで。よいしょ。あ、あったあった。あれかな？なんか、こう飛ぶ先飛ぶ先、一個ずつしか化石ない感じかな？もしかして。めっちゃ。めっちゃ。よいしょ、オッケー。なんかなさげよね。あとは。オッケー、こっちは何もない。浜辺とかには穴とかないやろ？今なんか、砂浜から、何かしらピュって出た気がしたけど、気のせいやね。気のせいですね。あ、ここにある。おし、落とし穴とかももしかしてあるんかな？お、化石。オッケー、オッケー。あ、ポケットがいっぱい。ちょっと待って。ってことは、何かしら、宝貝。穴に埋める？いや、入れ替えとこ。穴に埋めたりとかできるの？埋めたからなんだって感じやけどね。貝。以上ってことか。オッケー。あ、ここは渡れないの。こっち。よーし。集まったよ、集まったよ。とりあえず4個集まった。ってことで渡しておこう。ふうたくん来たよ。どうも。何かご寄贈くださるものをお持ちだったり、私にできることがありましたら、いつでもお声掛けください。まとめて送れるかな。おお、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。かわいい。一個ずつか。なるほど。ほほ？これは紛れもない。化石ではありませんか。いやー、私の直感が当たりました。この島にはある、と思ってたんですよ。おっと、とにかく、まずは鑑定してみましょう。どれどれ？ふんふん、なるほど。ほほう。少々判断に苦しみましたが、これは T レックスの尻尾で間違いないっす。間違いないっす。え、そんな喋り方やった。それにしても美しい、見事な化石ですね。この T レックスの尻尾があれば、博物館のオープンに向けて大きく一歩前進できるんですが、いかがでしょう？この化石、私に預からせてはいただけませんか？いいよいいよ。ほほ、よろしいんですか？ではお言葉に参りさせていただきます。いやー、まさか T レックスの尻尾がこれほどいい状態で見つかるとは。せっかくですので、ちょっと解説をしましょうか。おー、お願いします。そうですか、そうですか。やっぱ解説してくれるんや。お任せください。それでは、5本。T レックスはですね、恐竜時代を最後まで生きた最大の肉食竜です。巨大な顎と鋭い歯で獲物を噛み砕く。まさに生態系の頂点。というイメージではあるのですが、体重が重いので素早く動くことはできなかったという説もあるんですよね。たとえ襲われても案外逃げ切れるのかもしれませんね。追いかけられたくはありませんが。といった感じでございます。ではこちら、寄贈品として大切にお預かりいたします。残りのパーツも見つかって完成した姿で展示できるといいですね。ありがとうございました。そうそう、それから、今回お持ちいただいた化石もそうでしたが、掘り起こした直後の化石は私のような専門家によって鑑定しないと正体がわからないものなのです。今後正体不明の化石が発掘された際は、いつでも鑑定させていただきますので、寄贈するしないに関わらず、お気軽に鑑定をご依頼ください。これで博物館のオープンに必要な展示品はあと14点となりました。あ、ちゃんと教えてくれるんやね。引き続き博物館のオープンに向けてご協力お願いいたします。ふんふん。何かご祈祷くださるものをお持ちだったり、私にできることがありましたら、いつでもお声がください。化石の鑑定。ちゃんと項目が分かれた。ほほう、では鑑定したい化石を埋めてください。ワクワク。あと3つあるけんね。あ、一気にできた。やった、はい。3つ。おお、1つじゃないんですね。どれどれ。あ、しかもどれもまだコレクションない希少な化石ばかり。
いやー、恐れ入りました。あなたは化石発掘の天才ですね。それにしても羨ましい。博物館のオープンを実現するため、ぜひ寄贈をお願いしたいものです。とにかくこちらはひとまずお返ししますが、寄贈のこと、ぜひ前向きにご検討を。どれが何とかはわからんの。え、全然寄贈するよ。鑑定はできたんよね、さっきの。お、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。さっきのは、ブラキオサウルスの尻尾とイグアノドンの体、プテラノドンの左翼。あれ？寄贈はまとめれんのやね。あれかな？なんか、解説があるけんってことかな。プテラノドンの左翼。はい、解説をお願いします。そうですか、そうですか。お任せください。それでは、5本。プテラノドンはですね、恐竜時代の終わりに登場する翼竜です。空を飛ぶのですが、実は鳥ではなく、爬虫類なんですよね。そうなんや。翼を広げると小型飛行機並みの大きさになりますが、体重は20キロにも満たなかったとか。軽？同じ翼を持つ者として、ストイックさに頭が下がりますです。ダイエットとかそういうこと？といった感じでございます。で、次は、何やったっけ？ブラキオサウルスと、あとなんかもう一個あったよね。はい、預かってください。ほう、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。イグアノドンや。さあ、解説を聞くのが楽しみで楽しみでしょうがないんですが、私。ね。それぞれの部品によって。はい、解説してください。そうですか、そうですか。お任せください。それでは、5本。イグアノドンはですね、槍のような爪が特徴的な中型の草食竜です。発見された時の歯型から大きなイグアナだと思われていたので、こういう名前になりました。基本的には四足歩行ですが、四足歩行。食事をするときや緊急時には二足歩行も可能だったとか。爪で肉食竜に攻撃を交わしたと言いますし、草食竜にしては結構動きのいい恐竜だったのではないでしょうか。そうなんや。といった感じでございます。ではこちら、寄贈品として大切にお預かりいたします。残りはなんぼやろ。なんか最初の1個目しかさ、個数言ってくれんかったことね。はい、じゃああとは、ブラキオサウルスやね。はい。ブラキオサウルスの尻尾。さあ、これでまた新しい解説が聞けるよ。また聞けるよ、新しいの。はい、解説してください。お任せください。それでは、5本。ブラキオサウルスはですね、恐竜時代の真ん中に登場した腕のトカゲの意味を持つ巨大な草食竜です。後ろ足に比べて長い前足を持っていたため、首の長い草食竜の中でも特に高い位置の植物を食べることができました。キリンみたいな感じ？ま、その巨体を維持するために、一日中食べ続ける必要があったとも言われているのですが、そのスケールの大きさゆえ、未だにいろんな説が次々出てくる、とても味わい深い恐竜なのです。へぇー。ちょっとなんかどういう恐竜かみたいな、イメージ図も出してくれたら嬉しいのに。ね。あとどれぐらいなんやろう。おー、なるほど。なんで急に言ってくれる。あ、もう、あれか、寄贈するものがなくなったけんってことか。これで博物館のオープンに必要な展示品はあと11点となりました。なんかあっという間にオープンできそうじゃない？博物館。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、あとは、博物館のオープンを目指すのと、あとは、多分、たぬき商店ができるんかなって思うけん。それもね、木材をせっせと集めていかんと。でも木材どんどん DIY で使っていくけんね。結構なんか集めるの大変な気がしてきた。